もう少しね、カール感を出したいんですよ。スプーンで削り取られたような地形です。あ、失礼しました。ここ作り込む前に今までのおさらいします。三角レイアウトに恥じない傾斜、改変、軽石で底上げ、それから石組み、細部仕上げて山頂作り込んで、だいぶイメージ通り完成しました。今日はレイアウト仕上げです。最後の仕上げでガラッと良くなるのか、あるいはしょぼくなっちゃうのか、これからがセンス問われます。色塗っていきますよ。細部調整していきますよ。遠近感出していきますよ。失礼しました。もう興奮が収まりません。ここまでの作業日数1ヶ月、時間的には150時間超えていると思います。今日の作業でぶち壊さないようにやってみたいと思います。どうも、サボリです。気になるところいろいろあるんですけど、まずね、このレイアウトで一番大事なところ、山頂付近ですね。これをもう少し引き立てる、そしてよりカール感、馬乗せではねないかもしれない。実際の地形はここら辺、もう少し作り込んでみたいと思います。ちょっと待てよ。どうかな、イメージはこんな感じなんですよね。ここでテクニック、軽石の粉、これをふりかけ方式で、まぶしていくと、いいスプーンあるじゃないですか。あとで滅びます。こっちも、この辺りはね、正面からほとんど見えないとこ、並びは適当でいいです。おそらくぼよ出てるところ、この仕上がり具合、思ったよりいいので、後で貼り付けるかもしれないです。これ掘ったらどんな感じになるのか、ライティング工夫すると、これ研究する余地あるな。で、一旦こっちは保留します。こっちの山、遠くの山です。山頂からおよそ1キロ先の山、実際の距離10センチもないです。ちなみにこっちは山頂から100メートル先ぐらい、こっちは1キロ先ということは、こっちとこっち違いを出さなければいけないです。ここが火山灰地帯なら、もう潔く雪にします。山頂1800メートル、山頂2300メートル、雪にします。まずね、こういう谷の部分、ここに接着剤、これはね一発勝負ですよ。失敗したら、おそらくポイントは全部やらないこと。そして細いところも、ちょっと失礼します。もう形作ります。今日はね、はしょんない方がいいな。場合によってはね、山頂も、
山頂は後かな。こんなとこアップで行きますよ。アマゾン白い砂。大丈夫かな。どうかな、違いある。あ、違いある。こっちもね、谷の部分。あ、ガラス目気にしません。やりすぎには注意。まずかな。この辺りでさらにどうなるのか。ここは下に石があって砂がたまるとこなんですけど、この爆発石、下手するとね、ずっと下まで行っちゃう。ということは1キロ先の山の前に300メートル先の山、これを作ってあげるか。いいんじゃないの。わかるかな、前後の関係。ここら辺水入れてみなきゃわかんない。なんか適当に散らしときます。一応谷の関係だけ注意してかな。一応溜まるとこなんで気分によって変えれるとこだ。今とこ固定はしないとこ。よしさ、結構うまくいったんじゃないのかな。あー、そっか、あれか。とりあえずここは一旦保留で、ここで掘ろって確認してみます。こっちとこっちの違いはここの傾斜。それでちょっとね、今まで認識間違ってたんですよ。ここ馬の背ではなくカールということなので、ここは山の稜線にあたるところ、カールですから、えぐられた地形。本当に申し訳ございませんでした。失礼しました。ちなみに洗浄式カールをモチーフにしています。こっちは私のオリジナルの遠くに見える山。ここの角度と化粧砂の色、大事になってきます。あとね、この角度しか映らないとこだと思うんですけど、一体感、つながる感じで、こっちとこっちの奥行き感の違い、表現できるのか、やってみます。ここの砂対策、下まで行ってしまうと思うんですよ。一旦これ少し剥がして、三角レイアウトの作法、これが一番いい。あっと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 、あ、これはね、ちょっと厳しいかもしれない。地盤があれなんでね、うまく広げられないです。ぶ
ブレンドします。アマゾン白い砂ラブラタサンド。色の違いわかるかな。水入れてみなきゃやっぱダメかもしれないけど、大体でこれで。血が出るかな。ここの角度が大事。ちょっと、リカバリーしていこう。ガレバだ。ガレバ的な。後にこれね、滑ってきます。ある程度滑ってもいいように。違い出たな。こことここの距離感違い出たんじゃないのかな。あと急斜面延長すればより馴染むと思いますけどね、水入れてみなきゃね、やっぱちょっと分かりませんね。上は平らになってるからそこまで崩れないんですけど、ここ上のようにはいきません。はい、今日は山岳レイアウトの山頂付近仕上げのテクニック試行錯誤しながらやってみました。自分の思い描いていた風景うまく説明しながらできたと思いますけど、若干まだ気になるところもあるんですよ。それはもっと全体的に作り込んでからかな。はい、次回はね、そっち、ここら辺の火山灰エリア、なんか自然な感じに。できるのかどうか。そして、全体的な遠近感までいけるのかどうか。少し気になるのはカメラ、人間の見た目では結構違い分かるんですよ。カメラではどう映ってるか少し心配ですね。場合によってはもう少しメリハリ違い出すかもしれません。以上、山頂付近の仕上げでした。ありがとうございました。こっちはね、少し雰囲気違うように、ちょっと違う雰囲気で一番大事なところです。